ね、見てこれやばない？ね、これやばない？この格好やばない？俺がさ、なんかアミーボたちでね、組んだギアなんだけど。なんか文化祭の女子高生みたいになってんの。まあ、とりあえず今回もヒーローモードやっていきたいんですけど、前回から日にちが空いてしまってですね、まあ、動画的にはね、まあ、6日に1本ぐらいのペースで上げてると思うんだけど、俺からするとあれ、ため撮りしてたやつだから、だいぶね、日が経っちゃって、もう前回のこと何も覚えてません。なんでまあ、とりあえずのんびりやっていきましょうか。さあ、やっていきましょう。このね、前回ね、確かね、夜間を全部開けまして、サイト4のね、一応俺が確認した中では全部開けました。で、ここもちょっとね、戦艦とか、あれ、ほら、戦艦もあるから、あっこもちょっと行ってみたいんだけど、ちょっとね、一般、ちょっとうるさいな。なんちょっとちょっとめちゃめちゃうるさくない俺。まあ、とりあえず、あ、待って、こっちもいいんだけど、一回行ってみたいのがこの船なんだよね。ちょっと行っていい？なんかさ、イベント発生すると思って、こっちの夜間開けなかったんだけど、大丈夫かな？あ、特にジャジャプチョチョプチョチョだね。やっていきましょうか。私という歴史を刻む和の空間。あ、ジムワイパーじゃないこれ。チェーンソーマンじゃん、見た目。さあ、来ました。ということで、ジムワイパーでやっていきましょうかね。今回何するのかちょっとよくわかんなくて。いや、毎回ね、ヒーローモードが、ね、いろんなね、要素があって面白いんだよね。ワイパーを使ってゴールでしょう。まあ、普通って感じかな。あ、待って、ワイパーほぼ使ってないから俺、苦手かもしんないな。苦手っていうか、まず使ってないから苦手もないわ。びっくりした。いや、ワイパーはね、結構ね、癖が強いんだけど、溜めとく。開いた瞬間やる。開いた瞬間やる。で、これ、ちょっと避けます。最近ね、イカロールもね、しっかり覚えつつやってるので。あ、強っ！あれさ、普通に真正面から行ってもなかなか倒せない敵だよね、あれ。ね、あのタコ、なんかバリア張っててさ、なんかコロナウイルス対策してるのか知らないけど、あれでさ、防がれるんだけど、いつもね。まあ、上もいるね。はい、でも避けます。しっかりね、ジャンプで避けていくんですよ、俺は。で、ここで。はい。あ、素晴らしい。あ、楽しいかもしんない。やばい。あ、こっち行ける？あ、いけないね。いけない。あ、このまま行きまして。はい、避けます。これね、歩きで避けれるんだよね、意外とね。意外とね、敵の攻撃歩きでも避けれたりするので、結構楽しいんだよね。ほら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 、こんな感じで。いいですね。硬い木箱には近づいて、長押しからの縦切りがおすすめ。これだよね。これだよね。さっきやってたやつだよね。まあ、俺もね、スプラトゥーン一応やってるので、結構ね、いい感じに行きますよ。ガンガン行こうかな、もうなんか。ねえ、あんま時間かけすぎてもね。あっは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 っ、こいつ珍しくない？え、初めてじゃない？今作。わあ、スタンプのやつだよね、あれ。あれね、ちょっと可愛いんだよね。あ、出たよ。マインクラフトに出てきそうな虫。マインクラフトにめちゃめちゃ出てきそうな虫。こいつはね、なんかね、インク吸い取るだけのね、やつなんで、ただの邪魔的みたいな感じですね。で、上とかもないかな。こういうとこにあったりするんだよね。やっぱさ、格好がさ、なんかあれなんだよね。なんか、え？待ってこれ、え？これ、チェーンソーマンなんだけど、ちょっと待って。まんまチェーンソーマンなんだけど、ちょっと画像乗っけて。デンジ君乗っけるわ。チェーンソーマンじゃない？これめちゃめちゃ。ね頭のチェーンソー、削ぎ落とされたチェーンソーマンなんだけど。待ってこれ、めちゃめちゃさ、チェーンソーマンだった意外と。マジか、思った以上に。あれだったな、チェーンソーマン好きだな。未来予知してたかもしんないね、スプラトゥーンはチェーンソーマンっていうのを。で、これ落としてあげたら、オッケー、完璧ですね。素晴らしい。ここのステージそんな難しくないな。今までのステージの方が、よっぽど難かった気もするけど。あ、こっちね。んで、破壊しつつ、チェックポイント取るか。で、左側も行けたから一旦行ってみる？なんか鍵とかだったらね、取りに行かないといけないから、ちょっと行ってみようか。敵だよね。敵。ああ、敵だ敵だ。あ、これ、爆発するから一回ね、引かないといけないよね、これ。ほらほら、あれでも当たんの？やばくない？やばくない？なんか、びっくり仕方がうさんくさいんだけど、ガチの反応なんだよね、俺。だからさ、なんか、お前なんか業務的に笑ってるだろって思われるかもしんないけど、ガチなんだよね、俺。ガチで笑ってたりするから、ガチの反応ないよ。意外とね。で、ワイパー、あれ？待って。待ってね。待ってね。ワイパーめちゃめちゃ濡れるね、これ。見て。これ、あ、待って。ワイパーめちゃめちゃ濡れるんだけど。強化したからかな、ヒーローモードで。で、これ。はい。はい。危ない！危なかった！
喋れなかったんだけどね、必死すぎて俺喋れなかったんだけど、あー落ちていくって感じでやっていきまして、後ろはないね、ありませんね。で構えとく。なに、あ、タコナレスだ。タコナレスだ。待って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 、今作初めてじゃない、タコゾーンです。待って待って待って、どこいる、どこにどこにいる、あ強い、待って強いぞ強いぞ、オッケーいいよいいよ、ちょっと待って、炙り出そう炙り出そう、敵どこ、あーあっちか、でこっちに、こっちにちょっとカーリングボム投げといて、ここ、うまいうまっ、こっちに、こっちにちょっとカーリングボム投げといて、ここ、うまいうまっめちゃめちゃうまかったんだけど今俺、え、やばない、あっちでこうカーリングボム投げといて、あの裏取りしてきたタコをしっかりこれでバンってやっていくの、え、めっちゃかっこよかったんだけど今の MVP じゃない、最強、え、マジで楽しかったな今、すげえよかった、え、やばすぎ、スプラトゥーン面白すぎんスプラトゥーン面白すぎんマジで。はい、宇宙戦艦ヤマトはとりあえずやっつけまして、全然知らないけどね宇宙戦艦ヤマト、俺の世代じゃないから、まあ、とりあえずここやっつけまして、あ、なんかさいくらでこれちょっと解放できるからやってみようか。んーで、この辺なんかあったりするかな、あ、特になさそうか。んーで、ここもちょっと解放したい、よし、この辺ね解放しといたらもしかしたら、あ、ほらほら、あ、あ、あ、これこれこれこ れ, これマジで嬉しいよなこれこれいりこにまたして物質ね。で、鮭が行ってるから、ちょっとこれもらいまして。はい。あ、いっぱいもらった。100個ももらったな。で、あれもちょっと解放しとく。こっちのルートも行けるようにしときたいよね。はい。しっかりやりまして。いいですね。で、次どこ行こうかな。ぴょーん。オッケー。ちょっとここ行ってみようかな。ここちょっと。待って。あれ？あ、ここね。うん、オッケー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 。とりあえず。チャンジ&キープ。チェンジ&キープ。確信をまとい。伝統継ぐ定位合ってるこれ伝統継ぐ定位で合ってるこれ絶対違うよね、そんなちょっとダサくないよね、いやでも本当だったらちょっとダサいとか言ったら申し訳ないから、ほんでマジカクションキュー、さあやっていきましょう、ソイチューバー、 YouTuber ならぬソイチューバーでやっていきましょうかね。今回もこちらチャージャーとなっておりまして、以上です説明じゃあじゃあもう完全にあれだよね、あの100均で売ってるポチポチのやつだよね、学校にも置いてあるような、あれは何系、何系 YouTuber、 あれはインクをキープした、あ、待って、あっ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 、インクをキープしたままこう打つことができるっていうねことを説明してますね。あー、でも確かにそのチャージキープっていうチャージを貯めた状態で潜るとこの光るんですよ、でくるって回ってチャージを貯めた状態のこう打つことができる、説明下手すぎもね、まあ、ひとまずやっていきましょうかね。まあどんな感じかっていうのはちょっとね自分のね色をちゃんとねこう塗っとかないとチャージキープしてもなかなかねうまくいけなかったりするので、はい、こんな感じでチャージキープあんな感じですね。コツはねチャージャーためがいるんですけど、チャージキープしてたらチャージをキープするのでいい感じですね。んーでいきますよ、はい、うわー、いい、楽しい、やばい楽しすぎるんだけどこれ。でここら辺もしっかり割っていきまして、生田リラさんもしっかりゲットしていく、おしゃれだよね本当に、思わんみんな、マジでおしゃれと思わん、こういう和風なのマジ好きなんだよね俺、ステージ的に、うわー和風だ、ステージいっぱい増えるといいな、めっちゃ楽しいわ。高いところにタコスナイパーがおるね、ほんとだ、チャージキープしていけば届くか、あ、これもチャージキープいけんのか、でこんな感じで、あ、楽しい、アクロバティックにね行く感じですごく楽しいですね。でこんな感じで行きまして、ここ乗ります、インクレールでもチャージキープできる、マジでマジで言ってる、はい、ほんとだ、できる、うまい、楽しい、やばいチャージキープ楽しすぎる、チャージキープがめちゃめちゃ楽しすぎるな、めっちゃ塗られてるけど、あ、ここ大丈夫かな、ひとまず、あ、あっこにもいるんだ、あれ届くんじゃないワンちゃん、外側から少しずつ攻めていきたい、何言ってんの、俺もう正面から行くもん少しずつじゃないっていうね俺、あぶねえ無茶するからこういうことになるからね、みんなはちゃんとちゃんとね背面から行きましょうね、
俺はね、こんな変なことするけど、俺は変なチャレンジをしますけど、あ、当たらない、これ当たらないっていうか届かないね。ちょっと届かなかった今。とりあえずインクレール使って、あ、周りもしっかりあるから、ちょっとこの辺とかもゲットしつつ、なるほどね、ピョンってやって、あ、あれ撃てそうじゃない、撃てそうじゃない、あの高さだったら。いくよ、せーの、はい、いいですね、頭の上撃ちましたね。でこのまま行きまして、でどこら辺だ、どこら辺から登っていったらいいんだろう。あ、上にいる、上にいる、誰、あー、なるほどね、硬い感じね、硬い感じね、なるほど。だからボムとかで引き寄せる必要があるんだけど、ボムがないんだよね、今表示されてないっていうことは多分ボムないんだよ今回ボム、あ、待って、これやばない、はいはいはい、え、すげえこれ上は守れないからやられてしまうっていう。あ、新しい敵の部隊を確認、注意されたし、マジ、え、新しいのいる、マジ、え、新しくないじゃん。あ、待って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 待て待て、これね、ちょっと壊せるみたいなんだよね、しっかりこうちょっとずつやってたら。これで壊していくのもあり。あ、でもなかなか壊れないね、これ。あ、よ、よし、来た、よし、こんな感じで。あ、下にもいるんだ、でもこれ下楽勝じゃないめちゃめちゃ余裕じゃない、下に関しては。あ、待って、え、なに、バリア張ってる、バリア張ってる、え、バリア張ってない、え、バリア、え、バリア張ってるけど、あれどうしたらいい、ボムないよね、あ、ボムないよね、潮吹かだよね。え、待って待って待って、上、あ、上だ上だ、上狙うと、オッケー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 、来た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 あれは上狙うといいんだ。あ、マジか、普通のね、スプラトゥーンの同じようなね、スペシャルがあるんだけど、ハイパーなんとかとかいうやつ、ハイパーじゃない、ウルトラショットじゃない、もういやそれとは違って、あのバリア壊せないみたいね、普通に真ん中やっても。あ、待って、なんか やめて、死の数字みたいな、俺これから死ぬのかな。さあ、クリアできました。ちょっと癖が強かったけど面白かったね、こちらも。ヒーロー装備ちょっとね、強化できるんじゃないかな、そろそろ。あ、できるできる、スプラッシュボム追加でいく、これちょっとやってみ、あ、できないわ。さあ、続いてこちら行きましょう。さあ、飛び立とう、空にそびえる理想郷へ。なんか理想郷とか多いな、スプラトゥーン。そういうなんか宗教系に興味あんの、理想郷ってそもそも宗教なの。さあ、来ました、今回昼間ですね、昼間で。あー、ザップ使いたいザップ使いたいな、でもスクイックリンとかの方が盛り上がるんだろうな、どうしようかな。でもおすすめ使いたくないよね、俺あんまり。スプラローラーでいきます。俺一時期ね、スプラローラー結構使ってたんで、割といけんじゃないかな。よし、やっていこう。さあ、行きましょうかね。足場に気をつけてゴールしよう。だって足場なんか騒がしい感じだね。騒がしい日々にって感じね。ワクワク、これワクワクする、マリオ感すごいあるね、このキラーたち。マリオ感がすごいけど、まあひとまず危なかったな今。あー、危ない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 、何、いきなり危ないって何なのいきなり危ないってどういうことな、俺本当に。タコミサイルは上に乗れそうじゃね。そうだね、乗れそうだね、いく、乗れる、あ、キョキョキョ、乗れる、濡れて、んで左行きます。オッケー、行きましょう。でこのまま行きまして、あ、ここも濡れそうじゃ、乗れそうなのに乗れなかった、ニャン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 。ああ、ここね、あー、びっくりしたびっくりした新しいところからスタートしたのかと思ったら違う方、びっくりした、ほんとびっくりした、やめてそういうの。でこの上乗ります。で潜ってたら安心安全ね。でどう行くのこれ、あー、こっちに行けってこと。あ、結構むずない、え、大丈夫。あ、でこれ行きまして、こっちかな、こっちで合ってる、よかっ、オッケーオッケーオッケー、完璧、行きまして、こっち側とかもない、特にオッケー、ないですね。あー、意外とちょっと難しいかもしんない。これ乗り降り系結構俺苦手なんだから、にゃにゃにゃ、これ苦手だからな、乗り降り系は。んで、はい、上ジャンプ行きます。こんな感じか、はい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 。なんかアクション要素求められるのちょっとね苦手なんで俺。でこれは、なるほど、このまま上行きまして、ここ塗ります。
塗ります、いきます、よし完璧で、アーマーもゲットしたね。これで一回やられても大丈夫、隠れます。ああいくらゲットできてない、待ってやめて、いくらゲットできてないのマジで嫌だから、これ、ああああ待って待って待って、やめて、行き止まり行き止まり行き止まりって何、行き止まりって何、ここ行ける、濡れる、あよかった濡れて、このままパチンってやりましてパチンって何なんでそんな可愛い単語出てくるの俺の口から。とりあえずあここ行けるんじゃない、ここで開く、 PC バックして、んん、ああそういうことね俺終わったかと思った、今スプラトゥーンで俺終わったかと思った、よしこのまま行きましてジャンプなんで塗らないの俺は、塗れる場所は塗った方がいいのに、はいしっかりやっていきまして上塗ります。やっぱヒーローモードは楽しいですね、すごく。でもさ初心者多分これ難しいって感じるよね、ものすごく。俺でも結構難しいって感じるもん、結構やってる方なんだけど。で乗りまして、これね多分ね潜っといたら3号前方注意、これってイカでも当たんのかな、え、どうなんだろう、イカの状態でも当たるのかな、もう一回来る、どっから来る、あ、上ね、まあまあそれぐらいなら避けれますよ俺だってね。あ、左来た、あーそういうやつ、そういうやつ、え、そういうやつ苦手、そういうやつ苦手なのね、そういうの苦手俺、そういう弾幕アテンションプリーズ、間もなくゴールに到着、本当に言ってる、嘘つかないでね、よし足元にお気をつけください、足元爆発するとかないよね、いや、はい、よーしっかりゲットしていきましてよかったよかったミッションクリアということで、おお、かっこつけてんの俺のキャラクター。さあ19分ぐらいなんだけど、もう1個ぐらい行く、最近ねちょっとヒーローモードの時間少ないんで、まあ20何分ぐらいあってもいいかなっていうので、もう1個いけそうだね、結構なんかサクサクいけるね今回、2ステージとかの時あったけどさ俺、でもさ今回さめちゃめちゃいけるね。あ、心弾むオルタナは今日も元気です、やっていきましょう、俺も元気ですよ、聞いてないっていうね。さあ来ました、おすすめまたヒーロー装備来たよ、え、どうする、あ、ここ同じなのか、クワッドホッパーか、いやークワッドホッパー苦手ないよね俺、だからクワッドホッパーにしますこちらマニューバ武器なんですけど、キル性能が非常に高い武器となっておりまして、足場はあんま濡れないみたいな感じね、なんであとマニューバ系なんでめちゃめちゃ難しいです、使うのが。はい、跳ねる、え、待って、跳ねるものに気をつけるって書いてあったね、跳ねるものって何、あ、あ、あ、かわいい、かわいい、待って見とけ、かわいい、かわいい、え、待って、かわいいんだけどめちゃめちゃ、え、なにこれ、え、めっちゃかわいいんだけど、やめてそういうの、なんかそういうさかわいい要素入れてく、待って待って待って、え、なんか、え、あ、え、そういうのして、え、かわいくない、なに、かわいくないことしないで、かわいいやつが、かわいいキャラがかわいくないことしてくれないでほしいんだけど、やめてそういうの、そういうのってさ、逆ギャップ萌えでしょ、逆ギャップ萌え逆ギャップ萌えって何、そもそもギャップ萌えが逆の意味を果たしてるのに、逆ギャップ萌えって何なのギャップがないっていうこと、そういう感じのことを指してるのかな、まあいいや、とりあえずやっていきまして、あ、あー来てる、あ、これ苦手かもしんない結構、でもさマニューバにしても良かったかもしんないねこれ、相手の攻撃避けれるから。待ってこれ、え、なんか絵描いてる何の絵描いてんのこれどういう絵を描いてんの、昔俺が描いた絵みたいな、人として描いた絵なんだけど全然人に見えないみたいな感じだよね。あ、待って外れた、待ってこれ危ない危ないよ危ないよマジで危なかった今、何気に危なかったな今。はい、やっていきまして、この辺もしっかり塗ります、だ跳ねます、上の方から来る、注意されたし、上の方から来る、本当に来てるね来てるね、あ、避けれる、すげえ、待って楽しいかもしんないこれね、これ楽しいかもしんない、これ避けれるから相手の攻撃をしっかりねかわすことができる、このかわすことができるのが楽しい、このマニューバでしっかりかわすんだけど俺のエイムが合ってないからずっと耐久戦っていうねそういうことになるわけですよ。でこのまま行きまして、行きます、上に、でしっかりイクラも回収しつつ、あー回るね、嬉しいねこれは嬉しいね、ゴール見えた、あとちょっと、でもあとちょっとが難しいんだろうなこのあとちょっとっていうところが、ほらねほらね、やっぱね結構ね跳ねるのってむずいわ、こういうエイムの合わし方合わせたことないから俺、難しいかもしんない、よし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 、しっかりやっていきまして、こっちもないね特に、あー待って
こらこらこらまずいかもしんない。これちょっと待って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 、ゆっくり行こう、ゆっくりゆっくりね、ゆっくりね。これ、あ、ボムあるじゃん、ボムボムあるボムある。そうだ、俺ボム使ってなかったんだな、全然全然ね、ボム使ってなかったから、しっかりね、このゆっくりやっていこう、ゆっくり。はい、これしっかりしっかりしっかり跳ねるの難しいな。倒した？あ、いるじゃんいるじゃん、これも倒したい、しっかり。よし、完璧ですね。しっかり倒していきまして、終わりかな。よし、いい感じにできましたね。いやー、ちょっとマニューバーが難しかったけど、クエスト自体、ステージ自体そんな難しくなかった気がするな。さあ23分さあ来まして、とりあえずもう1個ぐらいやる欲張ってもう1個やっていい？ちょっといっぱい終わらせときたいな。んで、ちょっとこことか行ってみるか。適当にちょっと行ってみて、坂を登り川のせせらぎに耳を澄ます、やっていきましょうか。入れてね。よーし、来ました。続いてもやっていきましょう。坂を登り川のせせらぎに耳を澄ます、もうよくわからないよ。うん、なんか水の中に、川の中に入るのかなっていう。なんか、こういう、すか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 、どうする？どれで行く？小ジャケ使いたいんだけどさ、おすすめないよね。おすすめだから俺使いたくないよな。とりあえず、北斎とかやってみようか。ヒーローモードで北斎使ったことあったっけ？まあ、とりあえずやっていこうか。無料でできるみたいなんで、今回いくら。有料の時と何が変わるんだろう？押し出しに気をつけてゴールしよう。押し出し？推しのこと？俺の推しはエナーなんだけど。なんだろうね。何ちょっと待って。また新しい要素入れてきたな。なんか、敵が、YouTuber みたいなことしないで。これ、どういう原理で？タコストライクがいっぱい流れてるモンスターストライクみたいに言わないで。これは、どういうことなの？これは。これ倒せるのかな？どうなんだろう。ひとまず、この辺行きまして、これ倒せるかな？ちょっとやってみていい？やってみていい？ちょっと倒せるか気になるんで。はい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 、はい。あ、倒せる倒せる、あ、倒せるんだ。あー、そういうことね。この、コロコロしてる間に、左側に行きまして、え、めっちゃ北斎いいじゃん、ほんじゃ。え、めっちゃ良くない？これ、あえてさ、いきなり、やっきゃっきゃっきゃこういう無駄なことはしない方がいいね、多分。よし、しっかりやっていきます。え、めっちゃ北斎良くない？ここだって、こういうステージだったらさ、めちゃめちゃ生きるんだけど。これがで、くるくるんで、しっかりやっていきまして、次右降ってくるね。オッケー、交互に降ってきてるから全然余裕だな、これは。いや、なんかガンガンいけちゃうけど大丈夫？これ大丈夫か？ちょっとインク補充しといて。いいですね、めちゃめちゃ順調だけど俺。大丈夫？こんな順調にいって大丈夫かな。ふう、ちょっと休めそうだね。いや、全然休まなくていいよ休む必要ないけど、全然。ここら辺折ってこなかったから、左側行きまして。あー、すごい。あ、これ倒さないといけないっぽいね。しっかりやりまして。え、何？待って、結構倒すのむずいかもしんない、これ。ほら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 。よし、行きまして、全然インク足んない倒さなくてもいいのかな？どう思う？いくらはくれるから倒したらいいことはあるんだけど。あ、真ん中ね。こういう時に北斎は微妙なのか。でも、クイックボムがあるから通り越してんだよ、俺通り越してんだよ。スプラトゥーンの優しさで今割れたけどさ、俺通り越してたからね、今ボム。だからこんな感じでチェックポイント、こんなんいるのかな、チェックポイント。いい、これいいよあと一息やね。マジであと一息？めっちゃ余裕だけどこれ楽しい。え、めっちゃ楽しい。待って。あ、あっちにある。ちょっとあれ取っていい？せっかくだからさ、あっこ取りつつ行きたいよね。ああいうさ、発見したものはさ、取りに行きたいんだよね、俺。はい、しっかり行くらわりまして、あとは帰るだけなんで。まあ、寄り道せずに帰りましょうかね、しっかりね。初めてのお使いみたいな感じで寄り道せずに帰りましょう。めっちゃ余裕だったんだけど。待って。ものすごく余裕だったんだけど。さあ、クリアしまして、ひとまずね、めちゃめちゃ簡単だったんだよね。なんか、前回のさ、エリアの方が難しくなかった？俺だけかな？あー、ちょっといくら拾いたいな。一旦拾いまして、続いてね、次回、ここら辺やっていこうかな。押し寄せる価値と向き合う。本質と、なんだっけこれ。技芸？え、待って。あれ、こんな漢字も俺読めなかったっけ？